いらっしゃいませ。ようこそドリームクラブへ。私のお願い事は、お客様とお店の女の子たちがもっと仲良くなりますようにです。お客様は一体どんなお願い事をするんですか？コインを入れるドリガチャを選んでください。どの女の子とご一緒されますか？ご指名は萌木さんですね。かしこまりました。女の子のコスチュームにご指定はありますか？かしこまりました。それではこちらへどうぞ。この前はありがとうな。またデートに誘ってくれると嬉しいわ。好きなんを選んでな。かしこまりました。どうぞ。ありがとうな。それじゃあ遠慮なくいただくな。私はビールがええかな。わがまま聞いてくれてありがとうな。いただきます。今日という日に乾杯。気になったんやけど、男の人ってやっぱりメイドが好きな？そうなんや。強い発言やね。嬉しいけどちょっと怖いな。うんうん、わかってるし落ち着いてほしいわ。この程度やったらたくさん飲めるな。せやけどよう知ってたな。教えたっけ？そんな話が。
してくれてたんやね。アンジュちゃんにも感謝やな。サプライズ用意してくれてたんやね。もうほんまに嬉しいわ。ありがとうな。こちらこそ、これからもよろしく。サプライズされて最初はほんまにびっくりやったけど、こんなサプライズもあったんやね。ほんまに嬉しいわ。ありがとう。いただくな。私はビールがええかな。わがまま聞いてくれてありがとうな。いただきます。今日は楽しいお酒になるな。乾杯。これなんてどうかな。お待たせしました。お話もええけど、ちょっとした遊びやってみようか。何がええかな。チョコレートラブやな。楽しもうな。よーいスタート。まだいてくれるんやね。ありがとうな。今日もお酒ちゃんが進むな。
さんがどうしてお姉ちゃんのスリーサイズ知りたがるん？お姉ちゃんナイスバディちゃうねんけど。妹さんだけにしか言うたらあかんよ。上から90、60、86やったよな。妹さんに教えるんよね。
ししてくれてありがとうな。また一緒にお話しさせてな。